いつでもどこでも気軽に麻雀。ヤクマン。地底に潜む浮遊生命体メトロイドを殲滅せよ。メトロイド2リターンオブサムス。ローカルプレイはもちろん、オンラインプレイにも対応。ゲームボーイアドバンスは最大4人でプレイすることができます。こちらもタイトルは順次追加していきますので、お楽しみに。ゲームボーイは任天堂スイッチオンライン、ゲームボーイアドバンスは任天堂スイッチオンラインプラス追加パックにご加入いただくことでお楽しみいただけます。このゲームボーイで遊んでいたソフトが任天堂スイッチでプレイできるようになります。そして本日ご紹介したゲームボーイとゲームボーイアドバンスのタイトルは、このダイレクト終了後に遊べるようになります。任天堂スイッチオンライン、そして任天堂スイッチオンラインプラス追加パックに今後もご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。メトロイドプライムシリーズの原点がよみがえる。任天堂ゲームキューブで発売されたメトロイドプライムがグラフィックを一新して任天堂スイッチに登場。主人公サムス・アランの視点で惑星を探索。しかし目に見えるものだけが全てではない。探索の鍵はバイザー。これによってさまざまな情報や攻略の糸口を入手可能。状況に応じてバイザーを切り替え、謎を解き明かしている。襲いかかる凶悪な生物には、ロックオンをうまく使いながら、ビーム、ミサイル、ボムなどを駆使して立ち向かう。本作では、移動と視点を別々に操作できるデュアルスティック操作を新たに追加。もちろん、原作に近い操作も選択可能。好みの操作で隠された謎に迫る。メトロイドプライムリマスタードはこのダイレクト終了後配信開始。パッケージ版は3月3日発売。小探偵と未解決事件に挑め。